出ちゃう編集部員のニャンパスです。さて本日はニャンパスのマジバンジミッション14までの収録でやってきました。今回も収録させていただくホールさんが鹿児島県霧島市にございますプラチナ霧島店さんです。はい、そしてですね、いつも通り簡単なルール説明になりますが、私ニャンパスが用意されたミッションを3つ以上クリアしてご褒美をゲットしようといった至って簡単な内容となっております。普段なら3つ以上ミッションクリア達成したら私がですねご褒美をいただくんですけども、まあ、今回からは視聴者プレゼントということで、まあ、私が皆さんにいいご褒美をゲットしてもらえるように頑張ろうといった番組にしようかなと思っております。そして今回もですね午後からの立ち回りとなっておりますので、まあ、今とですね店内の方見れてませんので、今から店内の方に入ってしっかりとプラスを目指して頑張りたいと思います。それではニャンパスのマジマンジミッションスタートです。マンジよろしくお願いします。まあ、一応今回打ちたいなって思ってる機種があるので、まあ、ちょっとそっちの方に行こうかなと。ちょっと今回というかずっと前から絆通をねどっかで打とうと思ってたので、まあ、ちょっと空いてる台から選んでいこうかなと思います。よさそうですか。あ、今ですね隣のお兄さんがこの台いいよって、ちょっと見よう。2以上出てますよ。2以上は出てる。せっかくなので隣で打たせてもらいます。はい、ということで今回はこちらの絆通打っていきたいなと思います。それでは早速打っていきたいと思います。では始める前に一旦現在のこちらのグラフ見ていただいてもいいですか。ちょっとというかめちゃくちゃへこんでおります。まあちょっと一回打ってみて、頑張っていこうかなと思います。そしていつも通りですねミッションの方は端の方に出させていただきます。では頑張りましょう。ちなみにね、バジリスク絆2動画で初めて打ちます。まあ、そしてね先ほど言い忘れたんですけども、こちらがですね、現在、まあ、100ゲーム回ってますよと、AT 終了後で。で、さらに、BC1 回当たってる状況からのスタートです。で、まあね、今回からその、自分へのご褒美じゃなくて、見てくれている方のね、感謝を込めて、視聴者プレゼントということになりましたので、まあ、とにかく一つでもね、いっぱいクリアしてですねミッション、いいご褒美を皆さんにお届けできたらいいなと思っております。ちなみにねこのご褒美とかその視聴者プレゼントっていうのは今日鹿児島に着いてから自分が思いつきました。まあ、というのももうね今回で14回目じゃないですか。もうさちょっと大概その食べるシーンも皆さん見飽きたかなとそう思いまして、ちょっと今回からね違う形でやらせていただこうかなと。まあもうね説明する必要がないと思いますけど、バジリスク絆2自体はもうだいたい絆をね打てる方ならゲーム性はわかるかなと。まあ、ただね AT 中がちょっとシナリオ、まあ、でも前作もまあシナリオ管理っちゃシナリオ管理ですもんね。のチェリー、まあ、特に説明は必要ないかと思いますので、その辺はねちょっと省略させていただきます。今日チェリーだけど弱いね。チャンスアップが、チャンスアップある、ワンチャンある。おいっとサクッと当たりました。こちらのゲーム数が120ゲームですね。で、1回 BC 当たってますので、こちらが2回目の BC になります。 AT 終了後早かった。投資の方が2本、赤頭、 LED ライトは白です。これはいかないな。まあですよね。はい、ということで一発目は BT につながる、つながらず。お、チャンス来ました。激アツ当たりましたね、これは。おい、当たりました。313キューブ。こちらが、3回目の PC になりますので、ここで、
AT に入んなければもうミッションクリアできませんということなので頑張っていきたいと思います。投資がですね、9本意外と使っちゃった。ゲーム数が313ゲーム。でこれどうにかレア役飛行頑張って青と。一応文字が青になっとる。ねえ、まあですよね。いやきついなこれは。ということで一番上のミッションはもう今回はちょっとね残念ながらクリアできずと。楽しそうだな真後ろの絆。やっぱねここ最近思うのが角の目立つとこに入る確率が高い。あのねこの列のねマジで後ろのね台はいつもね出てるイメージあるんですよね。ここで強調。当たる？ああ。それで今日初の強行ですね。793ゲーム。あ。これどうなんだろう。多分当たったとは思うんですけど、これで天井行くのかな。当たってるね。いや遅いよね、いろいろと。ゲーム数801ゲームですね。AT 終了後で、こちらのゲーム数が320ゲーム。赤。あ、天井扱いじゃないんですね。赤玉の黄色で一応超広角で当たってますので、ビーチにも来たい。あら、赤いぞ。あ、当たった。当たると思わんやったです。打ち出して 1,2,3 回目の BC で、あ、違う、4回目の BC ですね。では早速本日一発目のバジリスクタイムいきたいと思います。誰？健之助。とりあえず AT につながってよかったです。すごいなんか中途半端な当たり方やったけどね。もうちょっと早く欲しかったな、あれが。はい、ではまず1セット目。いや、絆降格なさそうやな。4対4。なし。まあ、だいたい黄色よね。お、いいよ。巻き物。 BC だ、BC。いけてる。これ広角欲しかったね今のは。あー怖い、終わりそう。1125枚で終了。これがね絆つ、もう一回頑張りますかね。せっかくまだ
まだうち出して1時間とかだと思う。うん、そうね。さあ、降格中の巻物です。もういいよ、チャンス、チャンスアップがあれば安心できる。あ、いいよいいよ、これは当たってるかな。ほい、当たらんのかい。お、いいよ、当たりましたね。もしかしたら超広角で当たったか、さっきのね負け物で当たってるのかが分かんないですけど、2回目のね、19ゲーム AT 終了後、さっき超広角だよね、ちゃんとしっかり BT つながったからここや、私は信じておりました。あ、見て、見えました。ちょっとこれカメラに映ってるか分かんないけど、今青同色で赤 LED です。これが外れれば4以上確定、まあ、ほぼほぼ AT に行くんですけどね。第一チャンス早かったね、諦めんくてよかった。むしろこれ外れてほしいよねそしたら安心できるけど。行ったのこれは。はい、行けました。源之助、よし、さあ行こう。絆降格や、とりあえず私にくれ。66、あーなし。黄色、いやー終わりそう。ということで、あと2回続ければいいのかな。頑張れ。46、いただけませんね。その絆合格がもらえるテーブルっていうのもあって、一応ね、なんか高設定ほどね、いいテーブルが選ばれやすいみたいやから、もう分かんないね、難しい絆、意外と多分ね、6は分かるんやろうけど、例えば2でやれてて6みたいな挙動してたり、まあ、4でやれてて6みたいな挙動してたり、まあ、逆にね、その反対もあったりするから、意外とね、難しいよね、この台。20とかの方が設定判別しやすいイメージあります。ダメだ、やめてやめて、むずいよ。2セット261枚、まあただ若干増えましたね、さっき持ちメダルで当たったんで。当たったかな。よし、よし、早かった。120ゲームです。ゲーム数。これが、B、
バジリスクタイム終了後7回目のビッシュですね。なので、まあ、あの一番あの悪いテーブルじゃなければ当たります、バジリスクタイムに。なんか赤頭、いや赤頭の方が多いから2かもしれんね。源之助でいけます。あれ、はい、まあ、あの BC 館の天井ですかね。で、AT 当選でございます。さあ本日3回目、次こそは何か起こしたい。マジで何にもやれてない。あ、何ももらえず、いやいやよ。あー、なんでなんで、さっきさ巻物引いたばっかじゃん。まあ、とりあえずここで、化け物引いて BC につながればミッションクリアになります。早い、タイミングが違うよ。やめて、終わる。よしよし、とりあえず継続はしました。とミッションクリアはならず。いや待ってなんで始まる1ゲーム前と終わった後よ。おー、まあ、とりあえずまたチャンスもらえるかもしれんけ頑張りましょう。さあ2戦目、4-6、なし。青か。頑張れ。もう無理。ダメだ、2セット217枚、伸ばし方が分かんない。出発の準備じゃ。あー、どうしよう。やばくないですか、絆で4人目マジで源之助に嫌われとるやん。私が嫌われてるんですけども。本位当たりました。22ゲーム、こちら807ゲームですね。一応同色中は約 50% とPT 突入期待度が。同色ランプは緑、期待はできます。いや最後のエイトで何か一つでもクリアしたいっちゃね。あ、これ来た、これですよね。同術かっこいいおぼろちゃんだよ、お願いするって。よしよしよし、最後の最後で揃ってくれた。ということでまずやっと一つ目のミッションクリアでございます。あー、しかもおぼろちゃん、まあ、シナリオが、まあ、ある程度絞られます。さらにその、ストック持ってることが多いと、ストック持ってることがあ
るときに結構出やすいおぼろちゃんは。よし、さらに。さあ、ストックもございます。ここは BC 引きたいね。で、つなげたい。よしよし、聞きたかったよこの歌。待っとった。あ、これ大チャンスじゃない？緑ついてくれれば。本日初ですね。お願い。よし、巻物チャンス。327枚。いや、でもミッションクリアできたことがでかいです。はい、ということで一旦この台をですねやめたいと思います。移動します。はい、それではですね移動してきました。移動先がこちら、オス番長3と。もう正直ですね、この時間ですし、まあもうね、6号機打ってもまくれるようなね、ちょっと投資じゃないので、最後に一発ということで移動してきました。結構最近得意なので、それでもう一発勝負ということで頑張りたいと思います。では行きましょう。そしてですね、ミッションの方がですね、機種が変わりましたので、差し替えさせていただいております。なのでとりあえず ART に当てないと何も始まりませんので、当たるまでちょっと頑張って打っていきたいなと思います。結局番長は引き、いやというかパーツスローは全て引きよ。いやーあー、なんもダメ、何にもやれずでしたね。ダメ、ベル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 でいいんだって。もう違うっちゃ。はい、ということで1セット217枚。マジでやれん、ね、引き戻しを確認してなければそのまま終了したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。実戦終了です。はい、では早速結果発表からいきたいと思います。今回総投資の方がですね、37本、1739枚。そして回収がこちら、最後ちょっとだけ流しました、171枚。ということで今回がですね、サマイの方がマイナス1568枚と負けてしまいました。はい、ですがここからが大事なミッションクリアの個数なんですけども、まあね、先ほども言った通り、今回サマイの方がマイナスだったので、まあ、一番上の5個からの立ち回りで勝利せよというのはクリアならず。で、今回クリアできたのがまず一つ、同術揃いですね、カットインの同術揃い、それと二つ、絆降格中に太陽役を引いて BC に当選せよ、計2つクリアすることができました。
ということなので、今回は残念ながらご褒美というか皆さんへの視聴者プレゼントはゲットできず申し訳ございません。せっかくね今日ねちょっと気合入れてきたんですよ。せっかくねちょっと変えようって話だったので、なのにこんな結果になってしまって大変申し訳ございません。いろいろとねちょっとどうするああするっていうのを最後にね説明しようって思ったけど、ちょっとそこはまた次回ということで、次はですねこういう展開にならないようにしっかりと店内状況を見つつ、そしていい台に座れるように頑張りたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。そしてですねこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは最後までありがとうございました。バイバーイ。悔しい。